ッチが襲われている。俺、デスアーマーメン。私は最強だ。世界は私のものだ。許さんぞデスアーマー。お前を倒し世界を平和にしてみせる。この番組は JVC エンタテインメントスクウェアエニックスの提供でお送りします。誰？新入部員？そう、一年の川添たまきちゃん、経験者だよ。ああ、じゃあ着替えなよ。テストだ。ごめんね、妙なことに巻き込んじゃって。いえ。富山君、誰か入ってきたら真っ先に叩きのめして、最初に上下関係をはっきりさせるの。女子もですか？いや、むしろ女子こそいじめるね。富山くんドサドだから。男女で一緒にやってる運動部はね、もう男子が威張ってしょうがない。部活は力を誇示できる絶好の場所だったりするからさ。さあタマちゃん、倒すのだ我が部最大の悪を。私たちをいじめる富山くんに一泡吹かせるのだ。あの、桐野さん。はい。袴、他にありませんか？それが一番ちっちゃいんだけど。すいません、小さくて。前は折れるんですけど、後ろはかかとで踏んじゃいます。今日はやめようか。今度また自分の持ってきてもらって。いえ、やります。今日だけですから。おい、帰んじゃねえよ一年。お前たちはあいつの後だ。小学生の時なんですけど、上級生に絡まれて派手に喧嘩になったことがあるんです。そのうちの一人が鉄パイプを振り回して、その時現れたんです、正義の味方が。うわ、おやめなさい。川添たまき。そうです、たまちゃんが正義の味方か。遅かったな。じゃあやろうぜ。よろしくお願いします。
気をつけなよ。富山の市内はカーボンだからな。当たると痛いぜ。コテなんかもう地獄だよ。要するにこいつ、相手苦しんでるの見るのが好きだからカーボン使ってんの。うわ、最低、嫌なやつだよな。やめろよ、バーカ。川添さん、岩佐の言うことは気にすんなよな。軽く行こうよ。別に試合でもないし、いたぶる気とかないし。だってこれ、ただの剣道だから。正義の味方、ヒーローね。な、それじゃ飯は食えねえんだよな。遅れた遅れた。あ、剣道の音だ。ハマちゃん、結構早く強く打ってるのに当たんねえな。ムカつくわ。本気出すか。お見事。どうり。富山くん、どうしたんですか。剣道は一本取られたら元の位置に戻って仕切り直すのが礼儀なの。仕切り直さないんですか。言ったろ、試合じゃねえって。力見るだけだからな。やれやれ、一本取ったら勝ちとかじゃねえよ。富山はただ相手をぶったたきたいだけなんだ。ドサドだから、ね、剣道の目的は人を斬ることではない。剣術を通して武士の精神を学ぶことなのだ。相手を倒すためではなく、自分自身を高めるため打ち込むのだ。すまん、まだ早かったな。だがこれだけはわかるな、玉木。剣道は礼に始まり礼に終わる。何よりも礼儀を重んじるスポーツだ。何も怖くない。あれからもう11年か。わからん年頃になったな。遅いな。学校で何か。どうした、打ち込んでこいよ。これはただの剣道だから。剣道じゃないです。動きが。力任せてきたよ。危ないかな。いや、大したハンデじゃないでしょう。悪い、手が滑った。ちょうどいいや、富山、そろそろ終わろうぜ。うるせえ。奴は後ろに下がれねえ。なら押しまくって無理やりぶったたいてやる。力じゃ男にかなわねえことを思い知らせてやる。汗もかいてねえ。ムカつくぜ。どうしようかな。私の力じゃ押さえつけるのは無理だし。なら
玉木、お前の突きは力が入りすぎだ。まるで悪者にとどめを刺そうかというような。お前は突きをしてはダメだ。どんな相手でもダメですか？年上の男ならいいだろう。もちろん経験者に限るがな。そしてお前が高校生になったらだ。それまでは封印しろ。男、年上、経験者。